マイナンバーについては国がやっているおかしなこと、あんだけ問題が起きているのにもかかわらず反対をせずまだカード発行をしろと言っているんですね。マイナンバーカードを作るためにポイントを配りということだから国や県の言う通りというだけでノーを言わないこの伊藤氏に対してさらにノーを言わない伊藤氏議会はっきりとおかしいことはおかしいと言える政治の世界にしていきたいんです。これ政治の世界でちゃんとできないと私たち日々の暮らしの中でもおかしいと思うことにおかしいと言えない社会になってますよね。なぜかわからないけど会社で決められてしまった規則、理由がわからないけどダメなものはダメと言って締め付けられてしまう広告、こんなことで私たち自分らしさを失ってませんか。ある、おはようございます、ありがとうございます、自分らしさでございます。別荘地に行きました。選挙カーで行ったら選挙活動をしないでくださいって言われたんです。でもこの別荘地には伊藤市民の方が3割住んでるんですね。他の方たちも伊藤市の何らかの土地を使っているわけですから何らかの理由があって伊藤氏には関わりがあるはずなんです。管理会社の人たちは別荘地だからダメというただそれだけの理由で別荘地から出てくださいと言いました。政党が政治活動をしないでください。なぜですかと聞いても明確な答えがない、迷惑だからというだけです。でも伊藤市民の皆様もそうですよね。選挙の限りわー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 選挙カーが入れ替わり立ち替わりうるさいよ、何度も何度も言われます、怒鳴られるんです。本当に申し訳ないと思いながらも私たち選挙の中でこの活動しかできないんですね。一軒一軒回って挨拶すればいいじゃないか言われるんですけれども、選挙中はそれをやっちゃいけないんです。選挙中に私たち候補者が許されているのは選挙カーでの名前の連呼、これとあと街頭演説、これのみなんです。この法律という壁があって私たちが締め付けられている中で思い思いのことが言えない、しかもどんな候補者が出ているのかわからないという地域が発生している大問題だと思います。伊藤氏は選挙広報、新聞の折り込みと投票所、あとは市の施設にしか置いてありません。他の市の市では各個に配布しているところがあるんです。当たり前ですよね。みんなが知らなきゃいけない情報、どこだけ届けているのか。例えば、伊藤氏の候補、各個配布してますよね。ただ、これも町内会に入っていないと届かない、そんな状態なんです。市民税払ってるんですよ、みんな。伊藤氏の住人なんです。伊藤氏の住人が伊藤氏のことを何も知らないまま進められている。こういったおかしなことにも声を上げていきたい。私、犬飼子のり2年4ヶ月市議会議員をやっておりました。4年前まで市議会議員でした。議会中に議会で聞くと市の当局、市長以下、国や県の言う通りに進めてまいります。それしか言わないんですね。国や県がやっているおかしなことでもおかしいと言わずに言う通りにやってきているのが今の伊藤氏だから、おかしなことがどん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 進んじゃってるんです。このおかしいことにおかしいと言えない伊藤氏、さらにその伊藤氏に対してもただのイエスマン、イエスマンばかりの議会で本当の私たちの自分のリアルな声が届いていないのが伊藤氏です。だから私はもう一度チャレンジしたいと思いました。市民の声がちゃんと届く市議会、そして市民の目から見える市議会にしていきたい。この伊藤氏を作っているのは市長じゃありません。市役所の人間じゃありません。私たち市民の一票一票、この一票一票、一人一人の思いが伊藤氏を作っている。どうか市民の皆様の声、犬飼子のりに届けてください。そして犬飼子のり、市民の皆様の声を伊藤氏に伝え反映させていく、ちゃんと施策として進めていきます。どうか
の力をお貸しいただきたいと思います。誰もが生きているだけで価値のある社会、誰にでも居場所のある社会、自分らしくいられる居心地のいい居場所、一緒に作っていきましょう。この一押し、皆さんの一票で作られます。多くの人が投票に行かない、投票に行けない、そんな方もいます。捨ててしまうぐらいの票ならば犬飼ごろりに同意していただきたい。決して損は立てません。どうか犬飼ごろりにご支援をいただきたいと思い、この伊東駅前での街頭演説を締めさせていただきます。投票日は明日24日でございます。明日のお天気は良さそうです。今日はね、午前中雨ですけれども、どうか皆様の一票を犬飼ごろりに使ってください。どうかよろしくお願いいたします。最後まで精一杯戦ってまいります。犬飼ごろりでございました。どうもありがとうございました。